クリストファー・マイケル・カープは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ロングビーチ出身のプロ野球選手、右ト左打。独立リーグ・アトランティックリーグのハイポイント・ロッカーズ、所属。2004年、MLB ドラフト9巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され契約。2008年12月10日、メッツ、シアトル・マリナーズ、クリーブランド・インディアンスによる、三角トレードにより、 マリナーズに移籍。2009年6月17日のサンディエゴパドレス戦で代打でメジャーデビューを果たした。2011年は初の2桁本塁打を記録。後半戦はマリナーズの4番として活躍した。2012年はオークランドアスレチックスとの日本での開幕戦で3月28日に肩を負傷した。2013年2月20日にトレードで ボストンレッドソックスへ移籍した。2014年1月17日にレッドソックスと1年契約に合意した。4月24日のニューヨークヤンキース戦では発展差をつけられていたため、9回をもってから投手として登板。ナックルボールを投じ、1回を無安打1失点後、死休だった。6月1日に15日間の故障者リスト入りし、7月7日に復帰した。 開幕から42試合に出場したが、9打点、打率、198と結果を残せず、8月1日にリーフとなった。2014年8月3日に、ウェーバーでテキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は17試合に出場し、4打点、打率、125だった。オフの10月30日に FA となった。 2015年1月13日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだが4月6日に自由契約となる25日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶが3日のトリプル A 級オクラホマシティドジャースで22脱数に安打だと大不振に陥り5月7日に解雇となる2016年3月4日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶが 開幕前に解雇となる。オフにメキシコのウィンターリーグに参加。2017年から2018年まで所属球団なく2019年7月12日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。ありがとうございます。